パリゴリンボクシング女子で広がっている性別騒動の中、66キロ級で相手選手の危険により勝ち上がった今ねケリフ、アルジェリアの SNS に様々な声が集まっている。誹謗中傷とも取れる言葉がある一方で、激励の声も、知能の低いコメントなんて気にするな、といったコメントも寄せられている。1日に行われた女子66キロ級でケリフと対戦したアンジェラ・カリに イタリアは序盤から強打を浴び、納得いかない様子で開始46秒で危険キャンバスに膝をついて号泣した。ケリフは国際ボクシング協会、いば、主催の昨年の世界選手権で DNA 検査を実施した際、XY 染色体を持っていることが証明されたとして出場権を剥奪されていたいきさつもあり、波紋は大きく広がっていた。ケリフは、初勝利。 と続って自身のインスタグラムを一日に更新。多くのメッセージが寄せられた。男なら女性に簡単に勝てるよね。自分の階級に行って戦え。いやいや、男だから。など心ない声がある一方で、あなたは政治家とメディアの無知に勝利した。知能の低いコメント難気にするが、人々はアルジェリアの女性を貶めたいだけ。あなたの後ろには私たちがついている。 といいった励ましの声も寄せられている国際オリンピック委員会 IOC は1日公式サイトでパリ2024ボクシング部門と IOC の共同声明を発表ボクシング女子競技で生まれている騒動を念頭に全ての人間に差別を受けることなくスポーツを行う権利がある2人の選手が現在受けている中傷に悲しんでいるなどと強調している